います。いつでもどうぞ。はい、どうも、鈴木智隆です。この度、4、5年ぶりにあの劇団他の劇団に出演させていただきます。よろしくお願いします。いいなずけ陰陽師ということでですね、あの陰陽師といえばあの陽馬が相手ですけれども、私ですね、陽馬に会ったことがあります。なんとですね、あの池の横をね通ったらあのカッパが倒れてまして、だから本当に和田くんと一緒に通った時に倒れてたんですね。で、和田くんと、もうカッパどうのこうのよりマジで人倒れてるんちゃうかと思って救急車呼ぼうかみたいな話になったんですけど、とりあえずお供え物して様子見てみようっていう風に和田くんが言って、あの和田くんがその時持ってたあのラムネをお供えたんです。そしたらあのありがとうってカッパが言いました。やっぱり本当の話なんですけれど、本当ですからね、和田くんに聞いてもいいですからね。はい、ということでそんなあの素敵な陽馬がたくさん出演する飯田助陰陽師、皆さん見に来てね。ぴったりです。